どうも里見です。ただいまストプリ公式放送前で、メンバーいつもどうやって放送してるかっていうと、 Discord っていう通話アプリがあって、そこにストプリルームっていうのがあるんだよ。メンバーしか入ってない部屋があって、でそこに放送前4人で集まっていつも放送してるのね。その部屋に今ちょうどリーヌだけ入ってて、退屈そうにしてるんでちょっとちょっかいかけてやろうかなとただ入るだけだとちょっと面白くないからな。どうしようかな。あ、めちゃめちゃキャラ変して入ろうかな。ちょっと今日の公式放送大丈夫かなみたいな感じの雰囲気にしようかな俺と反対なキャラって言ったらなんだ、ぶりっ子とかかな。多分そっちが一番刺さる気がするけど、ちょっと待って、ぶりっ子エンジン入れてくわ。そんなエンジンないんだけどな俺。どうしようかな。まあ、なんとかなるだろ。突入したいと思います。行く前にチューニングしよう。マシマシ、あ、ダメだな。もっとハワワワハワワワワワワワぶりっ子のイメージやばすぎるな俺のハワワワワもう行くわ、なんとでもなれ。マシマシ、あれ誰もいないかな。おかしいな。あ、お疲れ。あ、もしもし。公式放送頑張ろうね。なんだ、喉乾いちゃった飲もうかな。そウーロン茶プーさんみたいな喋り方してるけど、キュルーン。まあ、なに気持ち悪い、気持ち悪いって。何、公式放送だね。あ、そうだねそうだね。キュルルルルーン。なに気持ち悪いよ。どうしたの。リーヌくんいつも早くて、偉いね。なんだ子供向け番組みたいな。え、キャーって言った今。いや全然話聞いてくんない。え、酔ってる。酔ってないよ。最近、映画とか見たのかな。俺に質問してる、もしかして。そうだよ。あ、俺に質問してるんだ。あワンピース見に行ったね。それ俺と一緒に行ったやつだ。それ。しかも、僕と一緒に行った回だ。どんどん声ガサガサになってね。なんでそういうこと言うの。あー、泣かないで。ごめんね。公式放送だから集まったのに。早く来て、えらい。ごめんね、ごめんね。早く来たのに。モンスターじゃねえか、お前。おい、誰か討伐してくれ、このモンスター。何かあったの？誰？アンパン食べる？アンパン食べる？やばい、コシコさん始まる。じゃあ、リーヌ、今日よろしく。ミュート。なに？サドミくん？気まぐれすぎるだろう。サドミくん？里見さん呼んだ。呼んでないよ。何それ。何今の声。呼んでないよ。やってほしいとかじゃねえんだよ。求めてねえんだって。いや里見くんの真似しただけよ。何とかわかんない。呼んでだよ。